はいどうもこんにちは、クレイです。プロ野球スピリッツ6やっていきましょう。はい、というわけで今回からですね、 WBC モードのチャンピオンシップ、こちらをねやっていきたいと思います。はい、ということでまずはですね、もう当然ながら日本を使っていきたいと思います。日本を使って世界一目指していきましょう。はい、でユーザー設定、そうですね、ミドルスピードプラスの強いぐらいにしますか。とりあえず1回強いぐらいで様子を見て、強いぐらいで様子を見て後々ちょっと変えていきましょうか。はい、でカメラはまあこれでいいとして、ミートカーソルはノーマルでやっていきます。で投球は二度押しのやつで、ランナー操作マニュアルの、守備操作マニュアル、どちらもマニュアルで、アクションボタンマニュアルでいきましょうぐらいかな。はい、やっていきましょう。まあちょっと後々様子を見ながら、難易度の方を変えていきたいと思います。はい、で大会概要がこんな感じですよと。はい、なるほど。プール1、プール A、ジャパン VS チャイナ、やっていきましょう。でそうですね、ちょっと先に能力見ていきましょうか。はい、でまあそんなに一人一人ゆっくり見ていく暇はないので、まあこんな感じで流し見でバーッと、回していきますので、ぜひちょっと見たい選手がいたら、止めて見ていただければなと思います。はい、こんな感じですね。いやー、なんといってもこれイチローでしょ。イチローですよ、このイチロー。公的に、ちゃんと公式的に収録されたのってこれだけかな。ちょっと他がわからないんですけれども、この能力値、いやー半端ないですね。弾道がこれプロスピーこの時点では5とかもあるんですね。パワープロだと4が最高ですよね。5っていうのが存在しますね。この当時の能力査定がどんな感じだったのか分からない。あ、6がある、6もあるな。はい、という感じみたいです。まあまあまあいいでしょう、やっていきましょう。はい、まあトーナメントとかもいいと思うので、このままいっちゃいたいと思います。で初戦の先発は松坂大輔いきたいと思います。日本のエース、やっていきましょう。ダルビッシュを、個人的には抑えで使っていきたいと思っておりますので、そうだな、まあ、マー君は先発要員として、まあ、普段というか2009年、リアルの2009年の WBC の時はマー君中継ぎが多かったと思うんですけれども、まあ、先発もやってたはやってたか、僕のちょっと記憶の中では中継ぎもやってた記憶があるんですけれども、まあ、今回は先発のローテーションの選手をオフルに入れていきたいと思います。杉内を個人的には先発に回したいので、まあこの4人、松坂、岩隈、田中と杉内の4人で回していく感じで、まあ、内海はもうちょっと時と場合によって使っていく感じですかね。で一応中継ぎ、他が中継ぎで、ダルビッシュが抑えという感じでやっていきたいと思います。まあまあまあ投手起用もまんべんなくできればいいかな。動画内で全員使えたらなと思いますので、やっていきましょう。で野手は最初こんな感じでいいかな。とりあえずオーダー通りで行こうかなと思います。よし、やっていきましょう。もう全く一切裏でも、練習闘争はしてないので、これ今回このプレイがもう初見プレイかつ1回戦という感じになっておりますので、まあ、本当に初見ではないか、まあ、一応その当時ゲームが発売された当時はやってましたけれども、もう何年経ってるんだ、これ2009年なので、
まあ、今年が2017年で8年前のゲームです、ね、いやー8年これをやっていた時からもう8年経ったんですね。いやー時は経つの早い。はいお願いします。いやー背置きゲームいいっすね。背置きゲームの良さ、プロスピエースとはまた違った良さがありますからね。本当に背置きのプロスピまた出してほしいなっていう、ただそれだけその気持ちがどんどんこのゲームをやっていくと強くなっていくんじゃないかなと思います。はい、やっていきましょう。先頭バッター一郎、いやーいいグラフィック、エリア51、いやーかっこいい。マウンドの先発ピッチャー、はい、リ・チェンハン、まあ、基本的にツーストライク追い込まれるまでは強振で、追い込まれたらあーって言ってたら初球からいきなり、いやー打ち損じましたね。ナイスピッチ基本見逃したいんですけれども、ちょっと振っちゃいますね。基本は強振、ツーストライク追い込まれたら、ミート打ちでいきたいと思います。うん、引っ掛けた、走れ。いやプロスピエースだと僕守備走塁2倍速にしてるので、なんかちょっとこれもっさりして見えますね。これがこっちが普通なんですけどね。ヤクルトスワローズ所属の青木宣親です。よし行きましょう。バッティングの方が難しいかもしれない。ちょっとなかなかこのカーソル打ちというか、ノーマルの打ち方、普通の打ち方ですけれども、このカーソル合わせて打つのがめちゃめちゃ久々なので、いやーツーストライク追い込まれたのに強振いっちゃいました。言ってることとやってることが全然違う。いやー初回軽く抑えられましたね。いやー松坂かっこいいな、痩せてる、めちゃくちゃ痩せてる。さあやってみましょう。変わって守ります。日本の先発ピッチャー、ジャイロボールロンソンを強行した高速スライダーと合球で打者を切る、絶対エース。やっていきましょう。ちょっと1球だけ練習させてください。 OK、 いいね、ナイスピッチ入れましたね。1回の裏中国、個人的にはプロスピエースのナイスピッチ出すよりこっちでナイスピッチ出す方が難しいような気がするんですけど、どうでしょうね、まあ、慣れればこっちも簡単になるかな。よし、カウント2ストライクノーボールです。次のボール注目しましょう。よし、ナイスピッチ、三球三振、素晴らしい、いい出だしですね。まあ、リプレイとかも最初初回なんで、まあ、今回はねなるべく見せていこうかなと思います。まあ、飛ばしちゃったらちょっとすみません。そして次は DH ポンフォンリャン、はい、左の打席に入る。ポンフォンリャン、この回はワンアウトになっています。中国代表には今日本とか日本代表に、日本代表じゃない、日本の NPB 関わった選手はいらっしゃるんですかね。どうなんでしょうその辺。打っていった打球は左へ、ジャンプ、ああジャンプ必要なかった、取りました。 OK、 ツーアウトになっています。今や日本のショートといえば坂本ですけど、この時は中島ですからね。いやー懐かしい。まあ、あと川崎宗凛も、今ベンチ枠に入れるので、まあ、調子次第でね入れ替えて使っていこうかなと思います。最初のボールは今のはちょっと危ない投球です。2投目、まあ、70球の制限がありながらも、まあ、いろんなピッチャー使っていきたいので、基本的には先発は5回で、3球目見送ってストライク、直球で5回で交代させようかなと思います。まあおそらくそれでちょうど70球ぐらいになるんじゃないかな。落ちるボール打って、これはピッチャー正面、セカンド取ります、一塁へ送ります。よし、オッケー、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。1回の裏を終了、中国代表早いとこ1点取りたいですね。松坂いい立ち上がり、よし、さあつなぐ4番稲葉、やってみましょう。今や解説者になった稲葉ですけれども、ちょっとやっぱミドルスピードプラス早いっすね。だいぶ反応遅れる。ちょっと大丈夫かな、ちょっと大丈夫か。村田、横浜ベイスターズ所属、はい、2007、8年連続ホームラン。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。最初の村田って今何歳になったんですかね、ちょっと情報がないですけど、もうだいぶベテランですね、よくこう考えると。いやー初球引っ掛けちゃうな、ああ
アウト。早打ちマンですね、完全に。小笠原、左のバッターボックスです。球界トップレベルのスイングスピードを誇る迫力満点の全力スイングが特徴、ミスターフルスイングガッツ。いきましょう。ここまでわずか5球、1球ずつで仕留めます。いやー、幸先よく先制点ホームランで取りたいですね。まずは初球見送りました。ストライク狙ってきたんでしょうか。アウトローあたり狙います。2球目はどうでしょう。外際どい、今のは思わず見送りました。さあ今日の第一打席です。これはスライダー、ワンエンドツーになっています。ちょっとストライクゾーンに関してはまだまだ全然感覚がつかめないですね。ストレートを持ってきました。カウント2エンド2、次が5球目。ミート打ちでいきましょう。変化球打ちました、ファウルになります。今の当てるのは精一杯ですね。ラインドライブ、そっか、ライン D で表示されてたのか。変化球打って、あー、いいとこいるな、いいとこいましたね。今抜けてもおかしくなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと詰まってたか。はい、2回も無得点。松坂頑張れ。2回の裏、中国の攻撃、トップバッターフェイファン。今日最初のバッターボックスです。フェイファン、やっていきましょう。初球ストライクを取りました。ワンストライクノーボール。さあ次はどこへ行くか。なんかバックネットいる応援の人たちはなんか中国寄りっぽいですね。まあでもあれか、一応日本だけれども中国側のホームゲームなのか。いやー、初ヒット打たれた、初ヒット打たれましたね。この試合の1本目、ランナーに気を取られすぎないことも。いやー、グラフィック綺麗だな。やっぱりクロスピーエースも当然綺麗なんですけれども、据え置き違いますね。クオリティが違う。いきなりランナー一塁としています。画面でかいし、このゲームの最初の打席になります。最初は見ていきます。カウントワンストライクノーボールです。スマホはやっぱり限界があります、ね、これは強い。うわー、ちょっと今のは僕の守備が良くなかったですね。ファーストランナーいやー、やばいぞ。今のバッティング今飛び込む必要なかったですね。早い球でしたけど打たれましたよね、はい、いきなりランナー2人を出送られてそうですね。バントシフト取りましょう。初球振りません。バッテリー外これちょっとあえて、なんか確かナイスピッチにしない方が送ります。そう、これ抑えた。よし、よし、2塁アウト。オーケー、ケー、まあまあまあいいでしょう。ダブルプレー、素晴らしい。変わっています。ツーアウトで次のバッターを迎えます。ジュフージャ、最高の形です、ね。今日の1打席目に、そう、ナイスピッチにしない方が良かったような気がする。いい、うわ、マジか、マジか。エンドラン綺麗に決められましたね。ボールは中継のセカンドへ。まあ一郎いい形してますね。危ねえ。バントダブルプレー取ってホッとしてたら、ホッとしてたら打たれた。すでに3本のヒットを許しています。ここしのぎたいぞ。先制点だけは免れたい。ストレートを外れました。抵抗カウント1エンド1、このゲームの最初の打席になります。3投目、今度はカーブを持ってきました。ボールカウント1エンド2、変化球打ちました。ファウルです。ここ何行くかですね。緩急的には遅いの行きたい。カーブでしょ。振れ。あ、おっしゃ、ナイスピッチ。素晴らしい。無失点に切り抜けました。ボールだ。リリースミスりましたけど、まあ振ってくれましたね。よしよしよし、よかったよかった。中国代表。危ねえ。ノーアウト一二塁からよく守りも切りましたね。バントのプレーはでかかったですね。よしよしよし。オッケーオッケー。3回の表、日本の攻撃、先頭のバッター、福留、今日の第一打席になります。福留似てるな、目元の感じは結構似てると思う。0対0、まだ得点ありません。ちょっとなんかやっぱゲーム感はあるけど、怖いですね、ちょっと。まずは初球見送りました。コーナーいっぱいにコントロールします。プロスピは今年も強気出ないのかな。 3D スキャンもったいない気しかしないですけど。おー、キャッチャーゴロ、走れ走れ、オッケー。地味な初ヒット出ましたね。地味な初ヒット、キャッチャーゴロ高。はい、オッケー、ナイスバッ、ナイスバッティングではないけど。さあ城島さん、シアトルマリナーズ。いやー、プロスピエースではもう散々お世話になっております。極みの2300城島。ね、こちらのね、クロスピック6でもお世話になりたいと思います。これは外れています。先制ホームランいきましょう。この回にナイス、ゲッツー食らうな、ゲッツー食らうな、走れ。そして一塁転送、あー、フラグしっかり回収しましたね。次のバッターです、岩村、左の打席です。はい。
岩村さん、まあまあまあまだ序盤ですからね。さあ今日の第1打席です。よし、まずは見送りました。ワンボールです。ツーアウトになっています。どうなんだろうな、インハイ、じゃあインロードが多いかな。2球目も外れています。配球的にちょっと配球読んでいきたいですね。来た、強い当たり、後ろに越えるか、越えろ越えろ、よし越えた、よーし、ナイスバッチ。ボールは中継の勝負、ストップ、ツーベースヒット。いやー、ちゃんとしたヒットやっと出ましたね。さあ一郎、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。いやー、イチローのバットで先制もぎ取りたいですね。さあセカンドランナー返して先制点となるんでしょうか。喧嘩しました。この回ヒットを2本打たれています。さあ3球目、これはストレート、ワンエンド2です。今日2度目のバッターボックスに入っています。今普通に決められたと思いました。いやー、これはさすがにファウルか。ミート打ちに切り替えましょう。さあ5球目、外れ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 、イチローならセーフになれるでしょう。よし、オッケー、よし、今のイチローらしい打ち方ですね。あの走りながら打つ、あれはもうイチローにしかできないでしょう。再現度高い。こうミート打ちでいきますか。タイムリー狙っていきましょう。 OKOK、 1球待ちますか。 OK、 ストレートのフォアボール来ましたね。よしよしよし。そして打順はクリーンナップ、青木、行きましょう。注目のバッターボックスです。これ先制点できるという状況ですからね。今大会メジャー組唯一の招集ですからね。青木頑張ってほしいですね。空振りの三振に倒れています。 OKOK、 今日2回目のバッターボックス。ナイバッチ、超える、超えて、これは大きな打球だ。おー、先制の満塁ホームラン、行きましたね。満塁ホームラン、素晴らしい。いやー、さすが大きいですね。これ固有のなんかパフォーマンスとか WBC モードでできるのかな。なんかコマンドありましたよね。まあ変化球が来てですね、それはしっかり行きましたね。絶対やらないでしょこんなことは。オッケーオッケー、この表情です。立ち直りを見せるんでしょうか。いやー、一気に4点先制できましたね。もう一度見ていただきます。素晴らしい、完璧ですね。いやー、このリプレイ3回流れる感じですね。かっこいい。中国代表、今日おー、もう変えたんだ。交代です。早いですね。さすが短期決戦というかだけありますね。次のバッ、これが2回目のバッター。さあ稲葉、続いていきましょう。2回の第1打席、ショートフライに終わっています。稲葉なんかすごい身長高く見えるな。あ、外のボール球を打って、これはピッチャー、どまい、これは一塁アウト。まあまあまあいいでしょう、4点先制しましたよ。3回の表が終了。はい、まあ、あとはこのリードを守りきりつつ広げつつっていうところですよね。攻撃中の中国、先ほどのイニングはコールドも一応確かあると思うので、まあこの辺はね、ちゃちゃっとコールドで仕留めちゃってもいいかなとは思います。ちょっと厳しいか。 OK、 よく間に合いましたね。今肩めちゃくちゃ強い。ちょっと今厳しいかなと思いましたけどね。最初は内から入りました。カウント1ストライクノーボールです。2球目はどうか。バッター見送りました。ちょっと今考えてるのは、一応この日本代表モードというか日本代表編っていう形で、今回は日本一じゃない、世界一を、あーティッツ打たれた、日本一じゃなくて世界一を目指していく企画をとりあえず最後まで当然やるつもりですけれども、それが終わった段階で、まあ、このプロスピ6の動画シリーズどんぐらい、まあ、その見てくださってる方がいるかとか、まあ、高評価だったりとかコメントだったりとかの反応を見つつにはなるんですけれども、まあその続編というか日本代表編だけで終わるかどうかっていうところはそこで決めたいと思うんですけれども、もしあの要望が多ければ、オーケー、ナイス、要望が多ければ、他の国を使ってね、打倒日本編としてねやるのも面白いかなと思っているクレイでございます。ぜひぜひその辺もねアンケートを取りたいなと思いますので、コメント等々で教えていただければ幸いでございます。まあ、ぜひね、やってくれという方は高評価、チャンネル登録等々もねしていただければ幸いでございます。
初球見送っていきます。ちょっと宣伝を挟みつつ2球目はどうでしょう。やっていきましょう。中盤に差し掛けきましたね。 OK。 あー早かったか。バット投げめちゃくちゃかっこよかったね。ここまでの日本ヒットが4本4得点という内容。いやー今のはちょっと甘い球でしたね。さあ3球目はどうか。打った。これはサードになります。サードが抑えました。走れ。厳しいか。うまい。サードゴロに終わりました。そして岡沢ら6番小笠原。ちょっと2巡したら3巡目あたり代打も使っていきますからね、せっかくなので。よし落ちた。ナイバッチ。よしよしよし。ランナーが出ました。センターへヒットを打ちました。素晴らしい。これが2回目の打席。福留初球から打った。いい当たり。落ちるか。あー伸びすぎか。厳しいか。アウトカウントが2つ。センターフライに終わりました。結構打撃操作も慣れてきましたね。今日は1回を投げて許した。中国のピッチャーがどれぐらいの能力なのかもわからないですけど、初球は手を出しません。まあでももっと強い国になってきたらこうもうまくいかないでしょう。このボールは見送るのが精一杯。2回目の打席はどうでしょうか。この回ワンアウトからのヒット。その後外野フライに打ち取りました、元の球。これ入りました。ボールカウント2エンド2。よし OK。 素晴らしい。ナイバッチ。ランナーは2塁ストップ。レフトへのヒットが出ました。オッケー。そしてこの回2本のヒットを許しています。まずは初球見送りました。ここは1球外します。ラインドライブ持ちめちゃくちゃ多い。インコース。これは外れます。クロスピースだとちょっと微妙ですけれども。できました。これはショートになります。6だとちょっとまた違うのかな。どういう仕様なのかあんまり当時は覚えてたのかもしれないですけど、もう今完全に忘れてますね。プロスピエースの弾道のイメージしかないんで。4回の裏中国の攻撃、先頭バッターとしてよし、まずは塁に出たい。この回の攻撃になります。初球です。打った。左へ持っています。レフト。1球で仕留められるとでかいですね。球数制限もあるの で、 レフトフライ。まあスタミナ的にも当然楽になるし。ほい。初球は低めから来ました。ボールカウントワンストライク、ワンアウトになっています。よいしょ。ストレートできました。149キロです。遊び球あるのか。もう3球勝負いきましょう。点差もあるので。ああやばい。これは強い当たりだ。これはセンターに上がった。オッケー。ちょっと今のはさすがに甘すぎましたね。てかそしてバッあれだな、2人を打ち取っています。センター福留よりセンター青木の方がいいかな。その方がちょっとリアルっぽいかな。変えておきましょう。まあそんなどっちでもいいとは思いますけどね。トップバッターは外野フライ。その後も外野フライで2アウト。どこから狙うか。はい。今度もいい当たり。レフトへ上がった。しかしレフト。よし。レフトが守っています。ああ飛んだところが悪かったか。まあいいところ守ってましたね。差のまま5回に入っていきます。5回の表日本。さあ一塁行きましょう。ここまでの日本ヒットが6本。そして4得点です。一郎でホームラン打ちたいな。打ったヒットは4本。まだ得点がありません。日本がリードしています。これが今日3回目の打席。これどっちが打ちやすいのかな、極論。よし。さあこの打球はこの当たり。落ちる。センター打ち上げ。ああ落ちないか、伸びすぎか。センターフライに終わりました。そして3回の2打席目、カーボールで出塁しています。最初の1球。中島中島。最初はストレートから来ました。1球外しました。応援応援は。日本がリードしています。固有のしか使えないですけど。おっと今度変化球、これは大きく外れてボール2つになりました。いいですけどね。今日は1回と3分の2を投げ、さすがにまだ6で厳しいから。今年のマウンドです。さあ3回目のバッターボックス。まああと据え置き機で野球でっていうの、野球の分野の据え置きでやろうか悩んでるのがパワープロ2016、まあ、これはプレステ4版なんですけども、のパワーフェスモードをやろうかなとちょっと思ったりしてますね。まあ、WBC モードが一通り終わってからになるので。 OK、 よし抜けましたね。3ついけるかな。3ついこう。3ついっちゃおう。いやー厳しいか。 OK、 いけましたね。審判がいない。よし、スリーベース。かっこいい。さあ今のプレイご覧いただきましょう。まあいいでしょう。このチャンスをものにできるでしょうか。ピッチャーが交代します。3番手になりましたね。そして次のバッターとなります。さあ稲葉左打席に入っています。さあ3回目の打席、まずはインコース。カウント1ストライクノーボールです。この回スリーベースヒットを許しています。ナイバッチ。これいったんじゃない。伸びて伸びて行ったでしょ。オッケー。ナイスバッティング。ツーラン
さすが4番ですね。いや本当頼りになる。その通り。素晴らしい。ちょっとまた別のアイコンでコマンドをやってみますか。今のバッティングを見ますとね、あのコースを狙ったという感じがしますよね。素晴らしい。そうですよね。2点を追加します。オッケーオッケー。6対0。まあ結構余裕な展開になってきましたね。さあ男村田。まずは見送りました。枠をいっぱいに使ってきます。この回ツーランホームラン。村田がまだ横浜にいたら今頃横浜どうなってるんですかね。まあ、そうなったら都合も出てきてない可能性もある。これで3アウトチェンジ。まあでもポジション、まあでも都合最初サードでしたからね。5回の松坂。今日の村田に都合に失点なしの成績です。で内川とかもいたらもう横浜どうなってたんだろう。まずは初球ストライク151キロです。っていうねちょっと想像しちゃいますよねやっぱり。この試合の奪三振の数が3となっています。これはスライダーで決めました。さあバッター追い込まれています。いやでも本当に今年 DeNA には頑張ってほしいですね個人的には。真ん中落ちました。これはピッチャー一塁に送ります。よしこれはてか何回投げた今5回裏か。じゃあこの回まで松坂でいきますか。5回終わったら変えていきましょう。初球インコースノーストライク。まあ無失点なんで球数制限までいってもいいっちゃいいんですけど、まあせっかくなんで動画でたくさんピッチャー使った方が面白いでしょう。これは外です。2エンド1フレ。これはボールです。2ストライク2ボール。さあ5球目お願いします。外から右へ打っていきます。右中間。これはライトが前に出ます。オッケー。ライトフライに終わりました。そして2回の第1打席空振りの三振に倒れています。中国代表は日本でプレーしている選手はいないのかな。収録されてない感じかな。この回まずバッター2人を打ち取りました。外のボール。さあ2ストライク追い込みました。さあバッターはどうする。そんなにパッと思いつく選手いないです。これはレフトへ。いやー厳しいかちょっと点差ついたんで無理しましたけど、まあ厳しかったです。ツーベースヒット。さあ達川さん今のバッティングはどうでしたか。点差ついたらああいうプレーもしていきましょう。ネタ的な要素でよし。あっと打ちました。打球は右。これはどうだ。取れるか。オッケー。ちょっと勢いが素晴らしい。取ってこれで3アウト。いやー外野陣鉄壁ですね守備。一郎青木がいる時点でもう強すぎる。はい。小笠原福留城島かどっかで代打出せるかな。城島とか阿部に変えてみますか。まずは初球見送りました。ボールカウント1ストライク。4回の2打席目センターへのヒットを放っています。これはまっすぐ1エンド1になりました。3球目ボールです。1エンド2になっています。さあバッターちょっと有利か。いやーこのバッティングフォームめちゃくちゃかっこいいですよね。このイルカというかなんと言ったらいいでしょうね。当たりは良巨人時代にイルカのワンナウトを取っています。なんかなんだなんて言ったらいいんですかね。あれバルーンっていうか初球はストレートから入りました。なんかグッズありましたよ、ね、でもあれまあ小笠原諸島っていうところと小笠原のバッティングフォームにあやかって作ってるんだと思うんですけど、いやあのバッティングフォームめちゃくちゃかっこいいですよね。城島は代打出しましょうか。まあ絶好調なんだよな。ただまあでも阿部と入れ替えてみましょうか。これ変えますかね。はい、あ変えますね。さあ日本代表ここでバッターを変えてきました。阿部左のボックスです。さよならしんちゃん。天才バットマン。天才バットマンなんかまあでも今とはあんままあ当時と違うか。今と当時でちょっと違うか。バットマンっていうよりかはなんかなんだろう。最初はストレートから持っていました。使ってたアーティストキス。バットマン。まあちょっと言葉の問題か。そして1失点となっています。オッケー。さあいい当たりだ。センターへ上がった。超えないか。伸びが足りないか。取りました。ドマイ。3アウトチェンジ。ピッチャーも変えましょうか。あてか5回で変え違うか。今これ阿部代打したからこれが出ただけか。はい。じゃあそうですね。枠いきますか。絶好調なんでまあ勝ちパターンまあでも、点差ついたけど勝ちパターンみたいな感じでいきましょうか。日本代表2番手ピッチャー投入です、はい、わなんか枠井の出身若いな。登板となりました。西武ライオンチーム
ピッチャーで好きなフォーム、右ピッチャーの中で好きなフォーム、結構上位に枠井のが入りますね。打順は戻ってトップから、この力感のないフォームからのピッって投げるのがめちゃくちゃ好き。行きました。しかしこれは惜しくもファウルです。さあ2球目、よいしょ、インコース決めました。フロスライダーで追い込みました。2009年枠井は WBC どんな成績だったんですか。抜けた、抜けました。ちょっとそういうのも先に前情報を調べてから動画撮ればよかったですね。そして次のバッターを迎えます。まあ次回までに、次回の動画撮るときもちょっといろいろ勉強します。ノーアウトからヒットが出ました。インコース打って、これはわー、やらかしましたね。ちょっと今ピッチャーを動かしてる気分だったんですけど、ショートが先に飛んじゃった。ヒット2本打たれています。いやー、いきなりのピンチ。初球は手を出しません。カウント1ストライク、ノーボールです。ストレートを持ってきました。ボールカウント1エンド1、ノーアウトランナー2、インコース打ちました。これは低い当たり、2塁へ。ちょっと守備危なっかしいっすね。まだなかなか慣れない。4番できるんでしょうか。まずは初球、まずは変化球から入りました。ワンストライク、ワンアウトになっています。先ほどはいい当たりを放ったんですが、センターフライに倒れています。カーブが選択できない。さあ次の3球目、内へ、2エンド1、このカーブで追い込んでいます。これ全力とかあったっけ。あ、間違えた。あ、次の4球目、このストレートは外れました。2-2です。オッケー、素晴らしい。最後はフォークボールで仕留めました。そして打順が変わります。ワンチャン、ランナーを返したい。なんか中国代表みんな同じ顔に見えます、ね。だいたい同じ顔を作ってるの。ベースはほぼ変えてないんでしょ。行きました。ああ。突っ込まないか。あ、突っ込んできた。なんで？タイミング今全然突っ込んでこないなと思ってたんですよ。暴走ですね。完全なる暴走でしたね。ラッキーでした。ラッキーセブン。コールドの条件なんだったっけ。7回、まあ、10点つけば多分、あ、でも7回10点、7回じゃ10点じゃつかないか。最初から際どいコースを狙ってきました。コールドの条件、2球目はどうか。タイムかければ見れるかな。これはそれました。平行カウント1エンド1、はい、コールド決められた点差、決められた点差とは点差変わらず6点差それが知りたかったんだ。さあよし、あー、いい場所いますね。引っ張り警戒か。アウト、一塁アウト。そしてバッター、はまりましたね、守備シフト。はい、一郎いきましょう。一郎らしいヒットが見たい。初球から低めを攻めていきます。ワンストライク、ノーボール。さあ第2球、ストレートできました。今行けばよかったな。ちょっとインコースのね、見極めが思ったより内側もストライクなんで、個人的には。ああ、こう見れば、うん、こっちの方が打ちやすいかな。しかしこれは決まりません。まあちょっとこっちに慣れちゃったのでこっちで行きましょう。この球はボールになります。ストライクか。フルカウントにしましたよね。ミート打ちで行きましょう。はい、さあフルカウントになった。オッケー。下がった、下がった。ああ、今強振で打ってればホームランだったっすね。三ついけるか。無理か。さすがに無理か。オッケー。ツーベース、ナイスツーベース。先頭打者は中島も代打出してみますか。ムネリンに変えますか。はい。これ代打いきますね。さあ追加点の欲しい。イチロー・ムネリの 1,2 番になりました、ね、これで。いやー、こういうムードメーカー的な存在ね、見てくれるとでかいですよね。初球はボールになりました。この球はボールになります。さあ2球目、外のボールはショートです。まあいいでしょう、進塁打になった。一塁アウト、ランナーその間に3塁へ。ピンチの場面となり、ピッチャー変えるか。変えましたね。ボータオ、ボータオ、ツーアウト、ランナー三塁の場面でマウンドに。いやー、でも結構顔リアルだな。これが4回目の打席。想像してたよりよほどリアルですね。何から持ってくるか。まずはまっすぐから入りました。もっと画質悪いかなと思ってたんですけど、ね、低めいや、うーん、抜けないか。セカンド突破、走れ走れ、おお、セーフになりましたね。いやー、イチローかっこいい。青木大活ですね。青木5打点、素晴らしい。バッター今日は打席が2つあります。稲葉もさっきの打席ホームランかな。
最初から際どいコースで来ます。ボール行ってみますか。ちょっと、あー遅かった。振っていった。よし、素晴らしい。は本当に素晴らしいですよ。はい、そうですね、綺麗に決まった。いやあそこも入ってんのか。打って打球はセンターへ、うん、これは取れるでしょ。はい、これで3アウト。まあ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 、7回の表が終了、7対0。 OK、 まあ中継ぎ1イニング交代でいきますか。守備は川崎でいいでしょう。サブマリン使いますか。サブマリン投法ちょっと使ってみたかった。渡辺俊介代表、ここで3番手ピッチャーを出します。いやー懐かしいな。という場面で登板します。中国に対して懐かしいな。よし行きましょう。攻撃中の中国、先ほどの攻撃同じアンダースローで言えば牧田、牧田に今回大会、は本当に期待しますね。とりあえずプロスピエースで牧田が今非常に欲しい。ここは変化球、2ストライクノーボール。このプロスピ6を見てくださってる方の中で大抵の方がプロスピエースやられてる方だと思うんですけど、この変化球は枠の外、本当に牧田が欲しいんですよね今。セーブ枠のピッチャーが欲しくて。よし、これ取って右への打球、これあー無理か、これはちょっと無理か。中国ヒットの数を9としています。9ショットですね。そしていきなりランナー1塁としています。まあまあまあ点差あるんで余裕持っていきましょう。変化球打ちました、右への打球です。今のはファウルになります。ヒットでランナーを出しています。ダイビング、一郎が転んでました、ね、振ってしまったというところでしょうね。ボール球を振った今の場面です。いやちょっとリリース右への打球になりました。アンダースロー難しいな。しかしファウルになります。さあ何を見せるか。この高めは入りません。平行カウント2エンド2。さあ6球目、ファーストランナースタート、やばい、低いボール、あーいいとこ、あー間違えた間違えた、コマンド間違えました。オッケー、危ない危ない。ランナー2塁に進めています。アウトが1つ、先頭バッターにヒット、その後はナイアゴロに打ち取りました。初球はどうか。最初は内から入りました。カウント1ストライクノーボールです。リリースポイントが合わないですね。非常に難しい。いやーこれ変えられるか。これで両チームのヒットが間に合わないですね。いやー1点取れたか。ホームインしました。ドマイ5回の前に出せセンターフライも終わっています。変化球打ってセカンドへの打球、一つ行きました。一塁に送ります。一塁はアウト。その間にランナー進塁しています。今日4度目のバッターボックス。あと一つ取りましょう。よし。最初は高めに持ってきました。ワンストライク。二球目はどうでしょう。変化球決まってツーナスイングです。さあツーストライク追い込みました。ラインギリギリ。これはファウルボール。さあ4球目。高め振れ。まっすぐ持ってきました。ここは外してきました。リリースポイントはバッチリ。さあ5球目。鋭い打球、いやーファール、ファール、危ねー。しかしこれは惜しくもファールです。まあボール球だったんでね、多分ファールになるだろうと思いました。鋭い当たり、いやーいやーマジか。いやー敵の打撃が一気に良くなってきますね。まあちょっとリリースポイントが合いづらいっていうのもありますけど、いやー2点取られましたね。そして打順が変わり、これでちょっとコールド厳しくなったかな。初球はどうでしょうか。さあファーストランナーがスタート、走れた。バッター見送ってストライク、ボール成功。まあ今ねきちっとスタートしてましたね。そうです、インコースを打った。これはショートになります。一塁へ送ります。素晴らしい。アウトでスリーアウトチェンジです。まあまあまあ2点取られましたけどね。中国代表2点を返しています。似てるな渡辺俊介。8回の表、日本の攻撃、5番からの打順になります。さあ村田、右打席に行きましょう。まあ本人気づいてるか分かりませんけどね。一発いってほしいな、ここは。このクリーンナップは。オッケー、かっこいい。大きい強い当たり。行きましたね。確定演出。よし。かっこいい。おお、そうか、クリーンナップ3人全員打ったっていいのか。素晴らしいですね。ホームランが飛び出しました。終盤ホームランで試合。よし。ホームインしました。8回に今のホームラン何回やらせますか。完全に決まりましたね。この一発で。ちょっと間に合わなかった。追加点が入ります。その差は6。小笠原、今日のゲームは1回失礼しています。さあ小笠原続いてくれ。これも痛烈な打撃、ちょっと遅かったか。下がる交代交代、伸びない。全員に破った。ガンガと破りました。このタイミングはどうか。オッケー、ツーベースヒット。センターオーバーのツーベースヒット。取られたら取り返しましょう。8対2、福留、ちょっと代打出しましょうかね。
レフトなんで、まあ、内川行きましょうか。内川対左 S でしたかね今。これ代打ですね。さあこの追加点のチャンス。日本代表内川なんか目怖くない？目めちゃくちゃ怖くない？今日の強化試合でちょっと怪我してましたね。打撲で済んだみたいですけど、ちょっと心配ですよね。最初は外に持ってきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。どう攻めるか。ちなみにこれあのソフトバンク対侍ジャパンがオープニングマッチで戦った日に撮っております。ちょっと公開日がいつになってるか僕も今なんともわからない状態なんですけれども、まあ、取りだめをある程度してから出す予定なので、まあ、ちょっと時間が経っちゃってるかもしれませんね。話題的には。そして先ほどの打席はいい当たりだったんですが、はい、センターフライに倒れています。最初の1球。いやフライになった。これはセンターが前に出ます。取りました。はい、これでワンアウト。センターフライに倒れました。そして打順が変わります。さあ岩村さん行きましょう。これが4回目の打席。岩村。これも引っ掛けましたね。くそー。今のは打てましたね。取りました。これで2アウト。ランナーはそのまま2アウトになっています。2アウトで。さあ一郎行きましょう。一郎。ここはランナー返しておきたいですね。10点取りました。初球は手を出しません。ワンボールです。ボッターを今日は1回を投げて打たれたヒットが3本。失点は1となっています。これはセカンド。引っ掛けましたね。3アウトチェンジ。甘い球だったんですよね。ゲームは8回の表を終了。ドマイ。8対2。まあまあまあ。動画的にはあの確定ホームランがめちゃくちゃ美味しい絵が撮れたんじゃないですかね。素晴らしい。よし。8回の裏、中国の攻撃。まずはチャンスの芽を出していきたいところ。ピッチャー変えましょう。このゲームはここまで3打数ノーヒット。ここ誰行きましょうかね。やっぱりこのノーヒットで終わりたくないでしょうね。う8回か。藤川、小松行きますか。小松行きましょう。小松とかめちゃくちゃ懐かしいですね。日本代表3回目のピッチ。よし。攻撃中の中国、先ほどのイニングは残塁が1つ。しかし2点が入っています。最初の1球ストレートを打って、これはセカンドになります。オッケー、素晴らしい。1塁へ。岩村守備範囲広いですね。余裕がありました。打順が変わります。そっか、岩村ってセカンドだったのか。先頭バッターを打ち取っています。どこから攻めるか。9番岩村の流れめちゃくちゃ強かったですね。まずは見送りました。ワンラッシングです。さあ2球目。プロスピだとサード扱いで出てますよね。確かちょっとサードのイメージが強かったけど、まあ、ヤクルト時代はサードだったのか。滝が右、ババオフヒット、落ちました。打たれました、ね、ヒットになる。ライトへの打球はヒットになりました。ここで先頭バッターは内野ゴロ。その後ヒットを許しています。球種がめちゃくちゃ強いっていう球種がないのか。初球は手を出しません。全部バランス的に D、E っていう感じですね。ヒットのランナーを許しています。ワンチャオ。今日は2回塁に出ています。次が4球目。やばい、甘い。この当たりは打ち上げてレフト。飛べ。ああ無理か。さすがに無理か。レフト頭上を襲いました。さあショート中継する。厳しくなりましたね。さあワンアウトランナー3塁2塁。この回もチャンスを作りました。さあつなぎました。よ、ゴアンビア。ランナーを返したいこのバッターボックスになります。今日はここまで3打数の1安打。まあ点差もありますし、ストレートを持ってきました。ワンエンドワンになりました。しまこの回2本のヒットを許しています。今日4回目のバッターボックスに入っています。7回の3打席目、ライトへのヒットを打っています。さあ5球目、甘い。ボール打ちました。危ねえ。しかしタッチアップ来るでしょ。さあこのタッチアップはどうか。あー厳しいな。サードランナーがホームベースを踏みました。8対3、1点取られましたね。まあまあまあいいでしょう。下位打線に回ります。ジュフージャ、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。今日のバッティング3打数1安打、7回の第3打席。ちょっと今更ながら中国代表のデータ見ますか。野手は全般的に能力はやっぱ微妙ですね。投手データ、ピッチャーもやっぱり、なかなかって感じですね。コメントしがたいけど、ちょっとこれにさすがに負けたらやばいね。サクッと勝ちましょう。追い込みました。あーっと、ショートの前、ショートが取ります。一塁に送ります。よし、オッケー。これでスリーアウトチェンジ。素晴らしい。さて試合は5点差となって最終回ですね。
9回川崎、今日は間での途中出場、ね、2度目の打席になります。まっすぐ打ちました、ファウルです。第2球は同意。よし、転がした。オッケー、これでセーフなのかな。よし、内野安打、足で稼ぎました。足で稼いだ、その通り。さあ、ヒットを重ねたい。バッターはいつだってヒットが欲しいんだと思いますよ。当たりが欲しいですね。いきなりランナー一塁としています。エンドラン仕掛けてみますか。持ってきました。ああ、セーフティーみたいな感じで送ってみますか。5度目のバッターボックスに入っています。ランナーがスタートします。ああ、ちょっと待って、普通に打っちゃった。バッター見送りました。このエンドラン行きましょう、エンドラン。さあ、次の4球目は、いやー、上げちゃった。そこは転がさないといけなかったな。今、グラブに収まりました。ショートフライに終わりました。うまい。この回はワンアウトになっています。普通に盗塁しますか、じゃあ。ランナースタート。フッテストライクになった。よし、素晴らしい。スチール成功です。まあ、ちょっとこの点差での盗塁は一応タブーっちゃタブーかもしれないけど。今度もストレートできました。ボールカウント2ストライク。まあ、いいでしょう。一気に来るか。あー。ウィングアウト、三球三振。打っちゃいましたね、完全に。もう一度見て、振る気なかったのに。あー、押しちゃった。アウト。ボッターを今日は2回を投げ、村田さんも一発いきましょう。この回は1本ありました。どこから行く、オッケー。いやー、圧倒的、圧倒的村田ですね。間違いありません。素晴らしい。この打席もランドに放り込みました。綺麗に打ち返した打球はものすごい弾道で。村田のホームランといえば2000、あれは2009年なのかな、2006年かな。韓国の左のエースから打ったフォークかチェンジアップかなんかを拾ってレフトスタンドに持っていったあのホームランが僕は忘れられない。さあ小笠原、あれも多分、あれは多分東京ドームだったと思う。次の2投目、さあアウトコースはどうか。ワンエンドワン、8回の4打席でセンターへのツーベースを記録しています。インコース、ちょっと外れた。ボールカウントワンエンド2。さあ5回目のバッターボックス、いやー超えないか、さすがに詰まりましたね。うまい。まあいいでしょう。最終回、まあ予定通りダルビッシュでいいかな。ちょっと点差開いちゃったんであれですけれども、まあ球数そんなに使わなければまたすぐ投げれるはずなので、ちょっとルール的に細かいところまでは把握してないですけれども、多分投げるでしょう。またピッチャーを変えていきます。ダルビッシュ大量のリードという場面で登板します。はい、まあ、最終回、まだ日ハム時代、ね、ジアデロン、この試合の出塁は2回あります。まずは結構この時のダルビッシュはまだオーバー寄りじゃないですか。ちょっとクロスピエースで出てるダルビッシュもうほぼなんか3クォーターよりもサイド寄りみたいな投げ方してますけど、このダルビッシュは結構オーバーめな気がすると。最初から低めに来ました。ボールカウント、いや素晴らしい。この球はどうでしょう。変化球に変えてきました。ワンエンドワンです。さあ3球目はどうか。落ちるボール、空振りになります。2エンドワン、そういった次の4球目、やばい、カット、鋭い打球、あー曲がったですね。さあヒットが出ました。レフトへヒットを放ちました。そして次のバッターと今日5度目のバッターボックスに入って、ゲッツーで終わりました。ゲッツーで、これも強い、あー甘いか。ファーストランナーは2塁に止まります。球数無駄に使いたくはない。そして2番に回ります。ホウフォンリョン、ランナーを返していけるでしょうか。さあ初球、さあ5回目のバッターボックス、2球目はどうでしょう。ワンアウトランナー2塁1塁です。勝川さん、中国の攻め方はどう見ますか。ツーシームらしからぬ変化しましたね。どう攻めてきますかね。よし、いやー一つか、一つ限界ですね。しかしランナーそれぞれ、まあ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 、あと一つですね。ショートゴロに終わりました。この場面でのバッティングはどうでしょうか。ここでヒットがあればね、先発全員安打になりますからね。はい、いや結構ヒット打たれてんな。さあ次はどう攻めるか。今日はまだヒットが出ません。外に決まりました。1&2になりました。このゲームはここまで全て凡退しています。ここは見ます。 1&3 になっています。2アウトになっています。入りました。カウント2、あと1球、ラスト1球になるか。フレ低めのボール打って、打球はセカンドゴロ、一塁送球、よーし、素晴らしい、ナイスゲーム。ワールドベースボール10対3、プール A、ゲーム1は10対3、日本の勝利、はい、ということで初戦中国戦圧倒的な強さでなんとか勝てましたね。はい、
まあ、バッティング一番ちょっと心配してたんですけど、まあ、思ったより点もしっかり取れましたので、ちょっと難易度を上げてもいいかなっていう感じですね。はい、さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。ご覧いただきました今日のゲーム、次そしたら韓国か台湾ですね。どっちが来るんだろう。対象ジャパン、ちょっと結果見ますか。評価的には誰が一番高い。あ、青木か、満塁ホームランの青木か。まあそうっすね、流れ掴んだのはあれですね、完全に。はい、中地スタメンだと中地以外は全員安打かな。まあ結構早めに変えちゃったんであれですね、そこは。はい、まあほぼほぼみんなヒットが出たって感じですかね。ちょっと次の試合村田4番にしてみましょうかね。打順もちょっといじりたいなと思います。はい、投手成績はこんな感じです。はい、 OK。 あ、韓国勝ち上がりましたね、さすがに。はい、ということで次のマッチは韓国戦に決まりましたね。 OK。 はい、ということで今回はですね、ここで一旦終わりたいと思います。はい、初戦の中国戦10対3勝利いたしましたと。次はですね、この韓国戦1試合取りたいなと思います。ぜひぜひね、あのプロスピ 6WBC モードをこれからも見ていきたいよって方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。概要欄の方にリンクは貼ってありますので、ぜひそちらからよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のプロスピ6の動画でお会いしましょう。さよなら。